マレー赤キヘビは、ニシキヘビかニシキヘビ族に分類されるヘビ。別名ブラッドパイソン、マラヤアン赤アキヘビ。インドネシア、シンガポール、タイ南部、マレーシア最大全長275センチメートル。体型は、太短い。体色は赤い個体が多く、黄色や褐色の反紋が入る。体色が和名や英名の由来になっているが、変異も大きい。 覆面の鱗は170枚前後。尾は短い。頭部は尾形ではないものの、首が細いため目立つ。目上げ板は2枚。目と上唇の鱗が接する。一番前の頭頂板が中央で接する。沼地や湿地、水田等に生息する。水にも潜る。食性は動物食で、主に小型哺乳類を食べる。繁殖形態は卵性。メスは、 卵の周りにトグロを巻いて、卵を保護する。生息地では、食用として食べられることもある。皮は皮製品として利用される。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。動物愛護法の改正により、2007年現在、本種を飼育することに対しての法規制はない。野生個体の流通が多いが、近年は繁殖個体も流通する。 繁殖個体では、いくらかなれる個体もいるが、性格は基本的に荒い。全長に対して、非常に太く、他2種の抗議の赤二式蛇に比べて、大型種のため、飼育にあたっては、大型のケージが必要になる。また乾燥に非常に弱く、保湿力に優れた床材や全身がつかることのできる、水入れも必要になる。ただし、 湿度を70から80%に保つことができれば、水入れは必須ではない。また、大量の尿を排出するため、床材は豆に交換することが望ましい。そのため、ペットシーツが経済的にもベターである。ありがとうございます。